こんにちは。高専受験のための学習塾 YouTube チャンネル PDCA スクールと KPC の谷にでございます。今回の動画は専攻科から院進か就職か迷ってますという方に向けた動画になります。これ一本見たらね、大体全体像が把握できるかなというふうに思われます。ことの経緯なのですが、前回同じこのシリーズ専攻科の動画でこのような動画を上げさせてもらったんですけど、コメントに結構長文でご質問相談のコメントが来ていたので、撮ってあげないといけないなって思って撮ろうと思いました。いや、にしてもね、周りの大人に相談できる人いないのかなって思って、まあでもなかなか高専の先生も親身に的確にアドバイスできる人少ないですよね。先輩ももう卒業してますしね、高専。いや、インターネットとか自分で情報収集するのは大切ですね。それじゃあやっていきましょう。まあ専攻科までいきますと、まあちょっとおさらいしますけど、中学から高専に入ります。で、高専5年生まで行ったら大学編入か専攻科に進学するか就職するか、この3択迫られるわけですよね。高専5年間行ったら編入か大学編入か専攻科進学か就職で、今回は専攻科に行って2年間行った上で大学院に進学するか就職しますか、これの選択のお悩みという感じになります。はい、本当大変ですよね、人生って。たびたび選択を迫られて、後悔しないようにしっかりと吟味しないといけない。選択の連続というわけです。じゃあ今回は専攻科2年生の時点で就職するか大学院進学するかについての、まあ、初見だったり実際に経験した人にアンケートインタビューした結果と、まあ、僕自身の所感だったり経験をお話ししようと思います。まあいろいろ混ぜます。あの、通説は通説で、インタビューはインタビューした内容っていう風に都度どちらかっていうのを明示しながら提示しながら紹介していこうと思います。じゃあポイントとして5つほどお伝えしますね。じゃあ1つ目、これは定説です。あの、一般的に理系の学生であるならば、レベルが高いほど引率就職の割合は高くなるし、そうでなくても引率まで行くのがセオリーだよねっていうのは一般的なセオリー、通説として知っておいた方がいい点ですよね。大学の理工系は4割近くが大学院修士2年間に進んで、国立大や上位私立大はさらに上がって3人に2人が引率になります。これは実際にデータとして出ているわけですよね。ちょっと見ていこうと思うんですけど、理系の引率で就職するメリットたくさんあります。大手企業に採用されやすい、学校推薦を受けやすい、初任給や障害賃金が高い、不況地でも求められやすいということで、ここら辺までは大丈夫なんですけど、皆さん一般的なものとして受け取ってほしいんですけど、特に強調したいのはこれですね。理系の引率は専門性が高く会社から評価されるという点ですね。ここが一番強調したいところですね。まあ、そもそも専攻科まで行ってる時点で研究キャリアは3年4年あるわけなので、まあ、十分引率レベルの研究力、研究キャリアってあると思うんですけど、とりあえず引率で就職するメリットとしてよく言われるのがこの5つです。まあ会社もですね、人材に対してスキルや実践力、即戦力ですよね、即戦性を引率の学生に求めることが多いかなっていうふうに思います。ここまでは通説として確認しておいてほしいかなっていうところです。ポイント2つ目、これはですね、実際にインタビューした内容ですね。あの、自分にとっていい会社に入ることが最終目標なので、それが達成されるのであれば専攻科就職、専攻科卒就職でもいいんじゃないんですかという意見になります。これは実際に専攻科まで進んで地元の中小企業、中堅企業に就職した人の意見です。この人はその会社で満足してるし、自分の人生キャリア、人生プランに合致した会社だったから全然満足してるし、うん、後で言いますけど、引率するのに自分は適性がなかったのでこの道が一番良かったかなっていうふうに言ってました。うん、これはね、一応試験、なんて言うんでしょうね、意見の視野としてね、あの、考えとして知っておいてほしいかなっていうふうに思います。まあ、そうですよね。何のために必死に無理して勉強してるか、楽しみつつも苦しみながら勉強してるのかっていうと、自分の人生の選択肢を広げたり、自分の望み通りの人生にするために、そのために選択肢を広げていくために、まあその勉強してるわけですよね。そこの目標、最終ゴールっていうのを意識しないと見誤りそうですよね。他の人の意見に流されそうですよね。そうですよね。もう専攻科卒の時点で自分の希望の合致するね、会社があるのであれば、無理して引率目指さなくていいってことです。で、次行きましょう。ポイント3つ目、専攻科からの就職が悪っていうわけではない。うん、悪じゃないけど相対的に悪に見えるよねって話です。これは実際に専攻科進まれて卒業して、で、就職なさった方ですね。専攻科卒の就職勢の意見です。大学院まで行って理系引率者がセオリー、ここまでポイント1で紹介したセオリーなんですけど、適性がないのであれば専攻科から就職するのもありだよね、ありって感じですよね。絶対専攻科から就職するのが良くなくて、もうこんなんはダメな進路だってわけじゃなくて、そう、セオリーなんだけど、その研究とか院でやることに適性がないのであれば専攻科から就職するのも全然道の一つだよねっていう解釈でいいよねっていう意見をいただきました。で、まあ、妊娠したら死ぬ人あるあるっていうことで紹介しておきます。要するに、最後まとめるので好き勝手言いますけど、無理して妊娠しなくていいってことです。
じゃあどんな人が無理して妊娠することになりがちなのかっていうのを紹介すると、まあ、研究してて楽しくない人、ゴールがないのに脳死で進学してしまう人、妊娠してしまう人、就活を先延ばしにしたいだけの人、自由があると遊んでしまう人、これらは圧倒的に妊娠しない方がいいです。確実に、あ、大卒か専攻か卒で就職しておいた方が良かったなっていう結末になります。じゃあポイント4つ目。これもね、インタビューした内容です。大手に行きたいなら妊娠がいい。専攻科の価値を理解してくれる前例がある企業などから、などなら検討の余地があるかなというふうに思います。専攻科自体もやっぱり認知が高くないっていうのは事実なので、あの、専攻科、高専の専攻科卒のことを適切に評価してくれない企業であれば、まあ、切った方がいいですし、やっぱりその、探すの大変ですよね。その、自分の OB だったり知り合いが、実際にその企業に行って、その企業の内情を知っていればいいんですけど、このファーストペンギンみたいなのと一緒ですよね。実際に誰かがその会社に入ってみないと、内情を知らないと分かんないじゃないですか。なので、まあ、インターンシップでしっかり内情を知れて、もう1から10までその会社のことが分かって、内部の人とも話がついてて、自分の人生設計と人生プランと完全に合致しているのであれば、全然 OK だと。ここも勘違いして、すべきではなくて、闇雲にね、パッて会社に入るのは良くないってことですよね。で、しっかりその会社の人が、連絡だったり就職説明会とかのコンタクトの時に、専攻科の価値をしっかり分かっているかどうかっていうのは、対面の会話だったりとか、面接の時とかに絶対確認した方がいいですよね。うん、っていうのはポイントかなっていうふうに思いました。まあ、これは高専卒の時と一緒ですよね。しっかり内情を知って、きちんと自分の学歴で評価されるのか、入った後きちんと大丈夫なのかっていうのを、まあ、外から確認するっていうのがね、大事かなって思いました。その外からの確認の仕方はまた別枠の動画でお話ししようかなって思うので、そもそもこれ就活チャンネルじゃないからね、あんまり僕もいろいろ知識とかノウハウはあるけど、まあちょいちょい上げていこうと思います。じゃあポイント5つ目、じゃあまとめていきます。いろいろね、好きかって言ったのでまとめると、まず学力が優秀かつ、ここかつが大事です。またはじゃないです。かつ、研究適性があるのであれば、専攻科から一流大学の大学院に進学して、または一流大学に編入して、大学院に進学するのがいいのかなって思いました。もう一回言います。まず一パターン目。学力がまあそこそこあって、優秀というか、まあ、うん。まあ、平均8割あったらいいでしょう。かつ、研究適性がある。そして向上心があるのであれば、高専の専攻科から一流大学の大学院に進学するか、もしくは、大学編入ですよね。高専卒から一流大学に編入して、大学院に進学するか。これが一つ目のパターンかなって思います。二つ目、学力がね、いまいち、まあ成績取れてても勉強嫌い、もしくは成績が優秀でも研究適性がないのであれば、研究しててきついのであれば、大学編入後に就職するか、もしくは、まあ、高専卒で就職するか、まあそもそも専攻科でもね、就職してください。まあこの大学編入後、プラスこれ追加しておきましょうか。専攻科で就職、専攻科卒で就職っていうことですね。だ無理くり引率しな、引率に目指さなくていいってことです。うん。言っても苦しいですし、中退することになりかねませんから気をつけた方がいいです。で、それぞれのイメージについて紹介しておきましょう。まあ、高専卒ですね。高専卒の場合は、就職率、第一志望の就職率は高いんだけど、就職先の業種は生産関連職、まあ、技能職、そういった系統の場合が多いです。ただし、一流大企業の就職も十分可能だけど、入った後、大卒と同等に扱われて、給料テーブルだったり、昇進スピードが一緒とは限らないよってところがポイントです。で、専攻科、もしくは学部卒。これもね、就活ノウハウとか、やることっていうのは変わらないと思います。大卒と一緒です。流れも一緒です。これね、就職率は高いっちゃ高いけど、高専卒とそんな変わらないけど、やっぱり就職先は中堅、中小企業が多いです。周りの人とか実際の意見を聞いても、一流企業に就職できる人は、学生のうちにノウハウがあったり、コンテストとかで人事とのコネがあったりとか、まあ、そう、突出した人じゃないと、大卒として一流企業に入るっていうのはすごく難しくなると思ってください。ここがポイントかなって思います。で、次行きましょう。一流大学の優秀な引率ですね。まあ、引率ってくくってもいいんですけど、特に一流大学、一流二流大学の優秀な引率っていうのは、第一志望の就職率は高くて、一流大企業の技術系総合職が比較的楽に目指せるっていうイメージを持っておくといいのかなっていうふうに思いました。まあ、他にもね、研究に適性があったり、まあ、好きじゃなくても2年間なら耐えられそうかなっていう人は、まあ、より専門的でクリエイティビティなことがしたいとか、クリエイティブなことがしたい、なるべく大企業に勤めてぬくぬくしたいとか、出世したい、今すぐには就職する気分ではないっていう人は妊娠した方がいいのかなっていうふうに思いました。はい、ということで、まあ、今回、まあ、まとめるのであれば、まあ、その、なんでしょうね。まあ、その、このコメントした方のお気持ちすごくわかるんですけど、まあ、世論というか、世論に流されちゃいそうになりますよね。で、それを危惧して、より情報収集しようっていう姿勢はすごくいいと思いました。でも、その、就職寄りの意見を述べるのであれば、研究適性がないのに、無理やり妊娠しようとすると、ドツボにはまる場合があるよっていうのは、いろんな人が言ってます。うん。それを基準にして考えればいいのかなって思います。で、研究に向いてて別に2年ぐらいなら耐えれるし、嫌いじゃないよっていうのであれば、もちろんセオリーとしては絶対妊娠した方が幅が広がるので、妊娠した方がいいと思います。もう今の時点で研究がきつい、もう研究したくない、時間が経つのが遅いみたいな感覚であれば、
今の時点で就職よりに準備した方がいいのかなっていうのが結論かなっていうふうに思います。ということで今回は高専本科出て専攻科2年通った後大学院進学か就職か迷いますねっていう時に、まあ、知っておいた方がいい軸、価値基準っていうのを紹介させていただきました。まあ、実際にこの体験した人、専攻科卒で就職した人の意見も混ぜたので参考になるかなっていうふうに思います。それでは今回の動画終わっていこうと思います。専攻科に関する再生リストだったり、大学編入だったり、高専に関する進路に関する再生リスト、概要欄、コメント欄に貼っておきますので、ぜひとも参考にしてみてください。それでは今回の動画終わっていこうと思います。あなたの選択肢に、高専を。高専塾高専チャンネル年間の優勝サービス一覧、そろそろ高専入試シーズンがスタートしますので紹介していきたいと思います。まず最初は7月から1ヶ月ごとに開催予定の高専入試のリハーサル模試、高専合格にググッと近づけます。7月半ばから9月まで開催予定、高専入試対策の夏季講習、ぜひとも通われている塾とセットでご利用ください。8月から高専入試まで開催、高専入試対策長期映像講座、かなり強力な高専合格のためのコンテンツです。年末年始頃開催予定、高専入試対策冬季映像講座、こちらもかなりボリューミーで合格へのラストスパートを担保してくれます。12月頃開催予定、高専推薦入試対策講座、個別対応になりますので推薦入試対策にはもってこいです。秋頃発売、高専一般入試対策問題集、高専入試の傾向にのっとった問題集です。高専合格者限定の予習講座も2月頃販売予定です。在校生向けにも数学の予習復習講座、数学の教科書の PDF データ、こちらは1年中通して販売しております。ぜひともお見逃しなく、チャンネルの動画の更新をお見逃しなく。PDCA School。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.